前田香織の何かやりますのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーではバンダイナムコエンターテインメントさんから昨年12月に発売されたぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティーをプレイしていきたいと思います。一緒に紹介してくださるのは西岡さんと和尚さんに加え、アドバイザーとしてライターのハチさんに来ていただきました。ハチさん、よろしくお願いします。ハチです、よろしくお願いします。わー、あれ久々ですよね。お久しぶりです。ですよね。あの戦いを共に戦ったあの日以来ですね。共にもう戦友になったところですよね。頑張りました。今日も楽しんでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、こちらはね、このモルカーのゲーム、昨年の12月に発売されていたと思うんですけども、はい、こちらのね、なんかタイミング的にもね、やっぱ今回はご紹介ポイントがあるということで。そうなんです、よくぞ聞いてくださいました。なんと、はい、本日オンラインアップデートが入りました。はい、おー、やったー。なんだなんだ。ということでですね、こちらですね、ぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティーなんですけれども、うんうん、モルサッカーというミニゲームがあったんですね。そちらのオンラインバージョンが今日配信になりました。はい、なんと、そうなんです、今日なんですね。そうなんですよ。すごい。さらにですね、基本無料で遊べるバージョンもございまして、うんうん、モルサッカーオンラインライトというものも配信中です。うんうん、こちら20時半過ぎぐらいからオンラインプレイを、ね、予定しておりますので、皆さんぜひダウンロードしてください。そうだよね、はい、今日この後にね。そうなんです、一緒にプレイする機会があるので、ぜひ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 、ね、ダウンロードして待機してください。そうですね、唯一の注意点としては、はい、あの任天堂スイッチオンラインに加入している必要だけはあるんで、はい、その辺はご注意ください。はい、ください、うん、お願いします。はいはい、ということでですね、はい、まあ、私もね、今日あの自分のお家からパンポテトちゃんを持ってきて、はい、嬉しい。そうなんです、私物ですよ。私物です、うん、私物言うな。そうです、もう本当にね、そう、好きでちょっと UFO キャッチャーで頑張ってね撮った子なので、はい、今日はね、この守り神としていてもらいながら、今日はね、魅力を伝えていけたらと思います。ということで、ではでは、はい、さん、このゲームについて改めてご紹介をよろしくお願いします。はい、それではまずはこちらの映像をご覧ください。あのモルカーたちが任天堂スイッチにやってきた。ぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティー。モルカーたちのもとに届いた1枚のチラシ、なんと人参食べ放題。早速人参を目指してやってきたのは新しい町モルタウンって、人参どころか何にもない。なんとかしなくちゃ。ミニゲームをたくさん遊んで町を盛り上げましょう。リズムに合わせてノリノリダンス。お姉さんが寝ている間にこっそりパーティー。かっこよくヘディングシュート。一人でもみんなでもいっぱい遊んでモルタウンを盛り上げましょう。遊ぶたびに街がどんどん賑やかに。ミニゲームをたくさん遊んで建物をどんどん増やし、モルタウンを完成させましょう。街が発展すると新しいモルカーがやってきます。出会えるモルカーは40台以上。ではモルタウンをもっと観察してみましょう。人参をあげてみましょう。いっぱい食べてくれるかな。お気に入りのモルカーと触れ合ってたくさん仲良くなりましょう。好きなアイテムを選んでモルカーをおめかし。あれ、それはアクセサリーなのかな。おしゃれしたらフォトスタジオでパシャリパシャリ。走って食べて触れ合って、モルタウンでワクワクビクビクはちゃめちゃパーティー。任天堂スイッチぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティー発売中。さあモルタウンに向けて出発進行。大丈夫だよね。バンダイナムコ。わあ、うん、かわいい。このようなゲームになっております。すごいですね。なんかね、PV からもみんなでワイワイ楽しめる感じがね。そうなんです、すごい楽しいゲームなので紹介していきたいと思います。うんうん、はい、ではまずはスライドお願いします。はい、こちらぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティーです。うん、パーティー。はい、こちらどのようなゲームなのかと思いますと、あの街があるんですけど、そちらのモルタウンという街をですね、どんどん建物を建てて発展させていこうというゲームになっております。モルタウン、続きまして、
こちらミニゲームがあります。わー、たくさんありますね、はい、こちら10種類あるんですけれども、うんうん、オフラインで4人対戦で遊ぶことができますので、うん、友達と集まった時なんかに、うん、ぜひぜひやってほしいなと思います。わー、素敵。続きましてこちら、なんと出会えるモルカーは40台以上ということで、うんうんうん、ポテトやシロモなどはもちろんたくさんのですね、いろんなモルカーが遊びに来てくれます。うん、続きまして観察というものができます。はい、じゃあモルタンをですね、モルカーたちは自由に遊んでるんですね。はい、なのでそちらで何をしているかっていうのを見に行けます。すごい、こんなこともできるんですね。そうなんですよ、ちょっとイベント機会とかもあるので、はい、いいですね、と楽しいです、うんうん、続きましてふれあい広場、うんうん、こちらではですね、お気に入りのモルカーと触れ合います。うんうん、続きまして、はい、こちらショップがありましてですね、うんうん、アクセサリーで着せ替えができます。うん、でいろんなアクセサリーをつけて着飾って、続いてお願いします。うんうん、こちらのフォトスタジオで写真を撮ることができるという。わー、これは嬉しい。そうなんですよ、背景やポーズ、フィルターなどたくさんあるので、はい、ぜひぜひカスタマイズして写真を撮ってみてください。うん、素敵ですね、 SNS とかでね、みんなでうちの子自慢みたいな感じでできますよね。確かに確かに、みんなで遊ぶととっても楽しいゲームになっております。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ではでは、じゃあ早速プレイをしてみたいと思います。はい、はい、それではお願いします。じゃじゃん、はい、こちらがですね、モルタウンの中になります。あ、もうこれもね、モルタウンの、あ、すごい、そうなんですよ、モルカーの世界まんまで、まんまだね、そう、まんまなんですよ、すごいんですよ。すごい、本当に私、なんだ、アニメでもう全部見させていただきましたけども、ちゃんとそのままの世界観で、そうですね、はい、ではですね、まずモルカーと触れ合っていきたいなと思います。はい、まあ、次に、右に行っていただいて、その次ですね、こちらの触れ合い広場で遊べるので、ちょっと行ってみたいと思います。よいしょ、わ、楽しみだな。こちらでお気に入りの子を選んでいただいて、じゃあ白もね、ちょっとあのうちのね、あの我が家にはね、ポテトちゃんもいますけども、じゃあちょっと白もちゃん、一旦白もちゃんいこうかな。いや、どの子も可愛いんですよ、本当に。そうですよ、可愛い。こんな感じ。あ、可愛い、可愛い、可愛い。撫でていいんですか。どうぞ、うん、こちら撫でるモードがありまして、いやかわいい。今最大級の自分の気持ち悪いの分かってる。自分の気持ち悪いの分かってるけど抑えられない。もう思う存分撫でてください。いやー、かわいい。ここでもう撫で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 と、いやー喜んでる。え、無理。え、どうしたらいい。これかわいい。ねえ、かわいい。かわいい。やばいやばいやばい。え、ちょっと後ろペタッてしてんだけど、あー、かわいいですね。いやー、いろんなとこ撫でられるんで、もう撫で回しちゃってください。もう撫で回しちゃってください。いや、もうこれはもう最高な、なんだこの最高な、こんな幸せなことあっていいのか、この野郎。ちょっといいですね、これ撫で撫でしたいただけますと、ハッピーゲージっていうのがたまるんです、こういう風に。あ、こんな風に、あ、たまりましたね。これがたまりますと、図鑑の内容が埋まっていったりとかするので、ぜひ仲良くなっていってください。ありがとうございます。これどうしたらいいのかな。でもですね、1回モルカーの変更ってありますか。あ、確かに他の子も見てみましょうか。いっぱいいるな、しかし。そうなんです、とってもたくさんいる。うわー、どうしようかな。どの子もね、すっごい好きなんですよ。あ、でもね、まあ、やっぱポテトかな。ポテト、うん、ポテト、やっぱりやっぱポテト。あ、かわいい。あ、近いね。超アップルできる。近いですね。超アップルできる。近いですね。自由度が高いんです。ここに超アかわいい。いやえ、てかめちゃくちゃ種類いるのすごい嬉しいです。これはもう本当にファンにはたまらない。そうですよね、本当にたまらないですね。あら、いや、もうハッピーとプイがたまっていきまして、そのプイでですね、アクセサリーを、はい、を買ったりだとか、建物を建てるのに、なるほどなるほど、使えます。いや、喜んでますね。ありがとうございます。こちらでですね、もうどんどん癒されるモードになっております、うん、こちら。はい、本当に癒されました。出ていきましょう、うん、B を押していただけますと、はい、じゃあまたね、モルタウンへ戻るよ、はい、また来るからな。戻りましょう。待ってろ待ってろ。かわいい、かわいいっすよね。続いてですね、こちらのモルタウンで
はい、ショップの方に行きたいと思います、うん、あ、モルショップ、はい、こちらのモルショップに行きたいと思います、こちらは、はい、お着替えができると、あ、アクセサリーを、いうところなんです、アクセサリーをどうぞご自由に、うわー、もうそんなんめちゃめちゃ自分で仕事頑張ったやつも全部もう飾ってあげたいわ、もうちょっと頭、うわー、本当に、かわいいんですよこれ、アリーゼの、かわいいですよねこれはね、嬉しい、いや嬉しい、なんかちょっとね、こうユーモラスなところがあるのもなんかまさにモルカーって感じ、いいですね、マグロ、あ、猫ちゃんね、あ、これいいね、チャッピー、チャッピーつけたいです私も、いいですよね、はい、チャッピー、じゃあちょっと私はチャッピーを、はい、あ、こういう風にいろいろできるんです、いろんなところにつけられるので、ぜひやってみてください、ね、かわいい、こう、そういうのもあるんだかわいいですね、やば、え、かわいい、うわ、ヒゲもつけられるの、あら、かわいい、あ、ローラごついですね、これつけて、うん、さっきのなでなでいくとつけたまま、あ、やってみますか、あ、やってみます、え、じゃあこれでつけて行ってみましょう、はい、うん、ちょくちゃで戻るで大丈夫、あ、戻るで大丈夫、はい、装備できてるので、オッケー、で、もう一回戻りまして、はい、で、もう一度戻っていただきまして、オッケー、あ、触れ合いますね、じゃあ触れ合いいきましょうか、あ、家にしていただいて、はい、触れ合いに行きましょう、はい、触れ合いに行きましょう、はい、はい、さあ、猫ちゃん、ついてるのかい、さあ、これは、あ、かわいい、やだー、かわいい、フレームなんですけれども、モルタウンの中でもこの状態で、はい、もう着替えした状態でうろうろしてくれます、うろうろしてくれる、もう自分のね、はい、もう自分のやっぱモルカンをこうやって、そうなんですよ、着飾ってあげるのが、出られるという、本当に最高ですね、もう感無量です本当に、それではですね、せっかくお着替えしたのでフォトスタジオで記念撮影を撮っていきたいと思います、はい、じゃあではモルタウンの方へ戻りましょう、はい、戻りましょう、かわいい、猫ちゃん助けたんだね、さあモルタウンをしていただいて、はい、で次のこのフォトスタジオでお願いします、うん、うわ、すごい、購入か、ここで、はい、あ、これいいですね、いろんな、あ、こんなたくさんあるんだ、こちらも先ほどのプイを使用して買えるので、うんうん、どこがいいかな、セットだけじゃなくて壁紙とかもこれ選べるの、これ LR でやると買えるので、うん、でも結構ね、うん、ちょっと皆さんのお金ですが、ちょっとどうぞ買っていただいてじゃあ1500V でどうぞ、はい、やった、で壁紙なんかもとりあえず見ていきましょう、うん、壁紙がフィルター表情、あー、こういうのがあ、表情いいですね、表情、で壁紙ってみますか、そうですね、壁紙はじゃあこっちも買ってみて、あと表情もちょっと買いたいですね、買ってみましょう、これだ、あら、かわいい、かわいいんですよ、あ、ニヤニヤいいな、全員ニヤニヤしようかな全員ニヤニヤしよう、私なんかうひょって顔とかも好きなんだよね、あー、自頭目、ちょっとキリいいや、キリも買っちゃおう遠慮なく買うっていう、どう、はい、ポーズも、あ、かわいいですね、あ、これ好きなんですよ、あ、これいいですよね、この口かわいいですよ、ね、大好き、これかわいいよね、本当にかわいいです、いや、いいですね、あ、グダーも、あ、おいでもいいですね、これも買いましょうどうぞ買っていく、もうどうぞ、フラフラもかわいいです、もう本当に私はもうモルカのためならいっぱい買いますよね、じゃあなんかこれもハートとかにして、よし、じゃあこんな感じで一通り買ったので、はい、一度戻っていただきまして、はい、先ほどの画面に行きたいと思います、撮影でお願いします、はい、うん、ではこのセットを先ほど買ったので、はい、こちらも変えていただきまして、はい、これですね、これで壁紙の方も変えられるので、はい、壁紙もじゃあこれにしましょう、はい、で決定でお願いします、はい、セットに移動で、そこからいろいろ買いましたからね、じゃあ、うーん、表情かな、表情をニヤニヤにしたいな、あ、これでいこう、あ、これなってますね、うん、で、ポーズ、あ、ひょいや、もうちょっとポーズはこれがいい、よし、で、どうなってんだろう、ちょっと見えない、あ、おや、腕、あ、いた、回転、あ、おお、表情、なってるかな、表情が、うん、
もこの子だな。あ、そうですよね。うん、親親別の子になってんのかな。そんなことない。ちょっと上変えてみますか。白もちゃんにして、うん、白もちゃんおいでおいで。ちょっと判断基準がこのちょっとすごい狭いとこですけど、親、うんうん、まあ、でももしかすると、はい、決定でなるのかな。そうですね、決定してみますか、うん、あなたあなた、あなただ、よかったよかった、うん、なりましたなりました、あなただった、なりましたなりました。じゃあこの子も決定で、どうしようかな、うん、あ、なるほど、あ、ね、あ、やばい、白もごめん、白も絶妙な感じになっちゃった。ちょっと待って、じゃあこの子もちょっと表情ニヤッとさせようかな。オッケー、あー、いいですね。どうしよう、なんかこの子のバリエーションそんなになかったから、あ、いいです、いいです、いいです。じゃあ、はい、テディも目が、うひょ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 、やばい、みんなちょっと絶妙な感じになっちゃった。全員この顔だとかなり絶妙な感じになりますよ、これね。絶妙にちょっとあんまり表情勝てなかったからな、うん、なんか選択肢がそんなにない感じになってた。よし、じゃあこの辺で撮影しますから、はい、プラスで、あ、合わせまして、はい、視点を合わせてズームインしてプラスで、ほい、撮影ができます。あ、これでズームこんな感じかな。こんな感じ大丈夫だと思います。こんな感じでみんなどうかな。じゃあこちらで写真を撮っていきましょう。はい、チーズ。おー、あー、これで保存されたはずですね。はい、はい、ということでですね、うんうん、こんな感じで触れ合ったり、うんうん、アクセサリーでカスタマイズしたり、こんな感じの記念撮影がしたりできると、まあ、マイナスボタンでガイドが消せるんですね、うん、これでいったんですね、うん、OKOK、 ちょっとこの子もうちょっと下げてもろて、せーの、はい、かわいい。絶妙な感じになりましたね。すごい、みんなめちゃめちゃかわいいですね。はい、そんな感じで、うんうん、はい、ということでこちらでフォトスタジオで記念撮影もできたということで、いいですね。それではですね、続きましてミニゲームをプレイしていきたいと思います。はい、じゃあリセット、はい、うん、こちら4人対戦できるので4人でプレイしていきたいと思います。では戻っていただいて、フォトスタジオから出る、はい、出ていただいてね。でもいいですね、はい、ニヤニヤの顔とかちょっとユーモラスな顔とかもね、あ、結構しっかり入ってますから。タイトルで戻っていただいてよろしいですか、はい、長押しをお願いします。しましたら2から4人でプレイっていうものがあるので、うん、ボタンを押していただいてみんなで遊ぶ、みんなで遊ぶ、お願いします。オープニングも可愛いですね。なんかそうなんですよね、可愛い。じゃあ4人でお願いします。嬉しい、みんなで順番に、はい、私 HP です、していただいて、では次お願いします。西岡さん行きましょうか。ん、面白いな、うん、2番、じゃあ3番僕が行きますね、はい、よいしょ、うん、よいしょ、あ、来た、で 4P が今探してます。はい、大丈夫です、お願いします。はい、そうしましたら、好きなキャラクターを選びます、うん、じゃあ私はポテトにしようかな。今日はちょっとポテトちゃん忘れてるんで、皆さん好きな DJ、 お DJ いいですね、うん、私はじゃあ西岡さんが DJ で、じゃあ僕はアビーにしようかな、うん、おしょうさんがアビー、ハチさんがトントン、じゃあこちらでいきたいと思います。はい、行きたいと思います。おい、フリープレイでお願いします。はい、ではまずはこっそりモルパーティーをしていきたいと思います。うん、もう一つ見て、あ、こちらでお願いします。はい、お姉さんのお家みんな大好きお姉さんのお家でございます。難しさは難易度は普通でいいのかな。普通です。はい、それではスタートしていきましょう。スタート。さあどんな感じなんだろう。こちらなんですけども、はい、お姉さんに隠れてパーティーをするっていう、うん、あ、なるほどなるほど、ゲームなんですよ。あ、夜だ。最終話ですね。そう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 、アニメ見てる方はあーってなるものですね。あのシーンが胸熱ってなります。ちゃんと猫乗ってる。ねえ、ちゃんとアクセサリーもついたまま。嬉しい、ね。他のモルカーもカスタマイズすればそれが反映されるってことですね。そうですそうです。ね、すごく嬉しいですよね。あ、なるほど、こういう風に。で、隠れると。マリは
だるまさんがこれだというかね、そういう形、お姉さんが起きたら隠れないといけないので、まず連打で踊ります。いや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 、あ、やばい、隠れろ、やばいって時に隠れる。危ねえ、また、いやいやいや、あの、危ない、寝てんじゃん、寝てんじゃん、やー、どん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 、やばい、あ、やばい、見つかったらこんな感じでびっくりしちゃうんですよ。いや、ダンスパーティー、レッツパーティー、ヘイホー、隠れろ、びっくりしない。よっしゃよっしゃ、私欲張りすぎた、私うまくね、ほらほら、だってもうめちゃ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 もうヘッドスキンしてる。あっ、オッケー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 、うまいじゃない。あ、だ、誰誰誰誰誰誰、あ、みんな、あ、本当ですか、あ、本当ですか、みんな、全員かよ、全員かよ、みんな覚えてるじゃないですか。ちょっと、やばい、これちょっと大胆にいかないと負けんな、やばい、アイスキャッチオッケー、やばい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 、いや、でもすごいぞ。というですね、操作としては2つのボタンしか使わないので、うん、本当に簡単操作が魅力ですね、うん、ということで1位がなんと皆さんをびっくりさせ続けた私がですね、おー、本当にすいません、本当にすいません、いいじゃないですか、ハチさん、お、すごい、でもハチさん、そして西岡さん、私、そして和尚さん、そうですね、アビーが、アビーが悲しそうにする、アビーが悲しそう、ここら辺もね、細かくてめちゃめちゃいいですね、ですね、ミニゲームをプレイしていきたいと思います。はい、それでは続きまして、ぷいぷいレーシングを、ほい、じゃあぷいぷいレーシングいきたいと思います。よいしょ、よっ、家にして、で、また移動しましてですね、右、次ですね、これです、 ですね、さあこちらですね、難易度は普通でお願いします。はい、障害物などがあるんですけども、それを避けながら進んでいくレースゲームになります。レースゲームですね、はい、ドリフトやブーストなどがありまして、うんうん、そちらをうまく使いながら進んでいくっていう割と本格的なレースゲームになってます。でも嬉しいですね、やっぱね、モルカーちゃんをね、自分で操作できるっていうのも胸熱ですよね。ミニゲームでもプイをどんどんもらえるので、うん、たくさん遊んでたくさんゲットしてください。はい、いけブーストというのはですね、人間の途中のゲージがあるんですけれども、なんか速い人いるけど、なんかめちゃくちゃ速い、めちゃめちゃ速い人いる、ブーストしてます、あー、やべやべ、あ、障害物避けなきゃだもんね、あー、何が入った、あと落とし穴があるんですね、気をつけてください、で、なんか人参とかも取って、そうなんですよ、人参を取るとブーストのゲージが多いので、俺子供とも落とし穴入ってるんだけど、おら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 、ぶつかる、おらおらおりおりゃ、あ、これ取れる、これ取れる、これ取れる、あー、うわうわうわ、なんか飛んでたな、あー、頑張って、頑張ってポテト、いや、これいいな、なんかめちゃめちゃいいな、さあさあ、1位誰、今1位誰なんだろう、いて、あ、残り1周、私あと残り1周だ、やった、あ、これもしかして、あれ、山田さん、いや、かもしれない、やった、山田さん1位かも、やった、わ、1位の座は、あ、譲らねえぜ、やばい、落とし穴にはまりすぎた、落とし穴ね、いや、意外とね、これね、避けるところいっぱいあるんですよ、よっ、抜かれた、くるくるしてる間によしゃよしゃ、いや、もうちょっとかな、あ、もうゴールですね、うん、イエーイ、やったイエーイ、1位だ、嬉しい、え、でも結構みんな僅差、もう見えてる見えてる、もう猫ちゃん見えてるから、猫ちゃん見えてるから、おー、またアビビリかよ、こんな感じで、でもみんな結構僅差ですよ、言うて、そうですね、うん、みんないい勝負ですね、いい感じです、はい、ということでございました。障害物に当たらないだったり、結構、うんうん、頭を使うゲームですね、ね、結構楽しいよ、やり込み要素がたくさんですね、はい、それでは続きまして、はい、モルケードロをしていきたいと思います、モルケードロ、これそちらでお願いします、銀行で遊びます、ケードロ懐かしい、こちらも普通でお願いします、はい、もう昔遊んだことがあると思うんですけども、ね、警察と泥棒で分かれて、うんうん、こう追っかけっこする、うんうん、なります、みんながね、絶対一度はやってる、じゃあちょっとここチーム分け、ね、まあ、ここでちょうど分けますか、そうですね、ちょっとシャッフルしてますね、どうすればいいんですか、 あ、でもこれで今なってますね、アビーと、あ、そうですね、ここでそう、多分今上下で、うん、私は西岡さんと、僕らが泥棒になるのか、そうですね、泥棒、ああ、で、僕とハチさんが警察か、はい、では、は
行ってみたいと思います。はい、はい、お願いします。決定。泥棒チームは逃げてください。おい、警察チームは追いかけます。やったりましょうぜ、西岡の兄貴。泥棒の方絶対向いてますよ。いやですよね、私も絶対思った。私も絶対そっち側だ。そっち側という、もう警察よりもう逃げた方が絶対いいパターン。警察だ、お逃げろ。だって一回捕まっちゃってももう一人が生き残っていれば助けることもできるので。あ、助けられるんだ。はい、代わりに行ってあげてください。捕まってる仲間がいたら。なるほどなるほど。じゃあやっぱそこら辺は普通のと投げるとも一緒なんですね。そうです。投げる、手分けした方がいいのかな、投げる。あ、そうですね。いやで、相手手分けするとか言ってますよ、兄貴。接近中とか言われてますよ。あー、言ってるでしょ。兄貴、出会い頭、出会い頭、兄貴、出会い頭ですよ。兄貴、何やってんすか。ごめん、ちょっと待って、逃げて逃げて。全力のごめん。ちょっと、どこにいんの、どこにいんの。え、でも、接近されてるの、接近されてるの、接近されてるの。後ろ追いかけてるよりも鉢合わせした方がいいな、これ。やべ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 、あー、惜しかった。なんで射撃中ってなってると思うんですけど、人参を落とされると警察側はこう人参を、人参に夢中になってしまうんですね。人参に夢中になってしまう。かわいい、それはマジでかわいい。た、本当にかわいい。人参食べちゃってんだ。そうなんですよ。しょうがない、人参食べちゃうんだったらもうしょうがない。あれ、兄貴どこっすか。兄貴逃げてます。兄貴、あ、逃げてる、私も逃げてる。あれが、あ、危ない、あれ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 、仲間、仲間。ちょっと待って待って、兄貴、まだ出るんです、出るんです。あー、くそ、前田さんとニアミスした。ほら、ニアミスした。あ、あれだ、ダメだ、もう連打効かない、連打効かない、連打効かない。ほら、人参だ、連打効かない。マジマジ、今どこにいんの、どこにいんの。よいしょ。あー、くそ、連打効かない、もう連打効かない。今どこにいんだ、兄貴。大丈夫、今のまんまで逃げれば。ほんと、やばいやばい。もしかしてこれでは、いた、逮捕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 。やばい、あと7。あ、やばいやばいやばい、やばい、あ、もうすぐそこなのに。うぅ、うぅ、俺の足に追いつけた。勝った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 。さすが泥棒で、泥棒歴長いっすね。泥棒歴が長い。いや、よく捕まんなかったっす、今まで。いやいやいや、もう任せてくださいよ。もうアーミューズの盗っ人とはこのことですよ。ちょっと盗っ人になってますね。アーミューズの狂犬からアーミューズの盗っ人になったね。法を買わさせたらね。そうです、そうです、そうです、はい、誤解されます。そうです、そうです、はい。ということで、いや、本当にさすがの動画っぷりでした、2人。いやいや、でもやっぱ面白いですよね、こうやってね、人参をちょっとうまく使うとか。チームプレイ要素もね、しっかりありますから、うん、盛り上がること間違いなしのおすすめミニゲームでございます。はい、ではでは、続きまして、はい、もう一個、もう一個できますか。ではもう一個遊んでいきたいと思います。はい、右に行っていただきまして、はい、右で、もう一個ですね。うん、あ、こちらで、モル・オブ・ザ・デッド、うん、こちらを遊んでいきたいと思います。モル・オブ・ザ・デッド、あ、これはもしかして、こちらはですね、そうなんです、ピンとくる方はお分かりになると思いますが、ゾンビから逃げつつレタスを食べるゲームになります。なんと操作はスティックだけ、なんと移動だけという簡単なゲームです。いいですね、やっぱ簡単なゲームと思いきや結構大変、結構わちゃわちゃになるんで。なるほどなるほど、ぜひぜひやっていきたいと思います。ね、じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。用意スタート。いいですね、でもね、操作自体はすごく誰でもすぐやれちゃう感じなので、そうなんですよ、ね、老若男女みんな楽しめますね。ですがレタスは奪い合いです。お、長い合いですよ、皆さん。結局これレタスを一番食べた人が勝ち。そうなんです。で、移動、ゾンビから逃げつつレタスをたくさん食べるというゲームですね。あ、ここにいるのがあれか、あのゾンビだ、ゾンビだ、ゾンビなんです。これを捕まえるという、意外とゆっくりなのね、やばい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 、おー、レタス、レタス、レタスちょうだい、レタス、あー、レタス取られた、レタス取られた、ゾンビ、ゾンビいる、ゾンビ来た、ゾンビ来た、レタスちょうだい、レタスレタスちょうだい、あー、レタスは、あ、金のレタス来ました、金のレタス、金ネタ、金ネタ、ゾンビじゃん、金ネタちょうだい、あー、ゾンビ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 、やばいやばい、金ネタはですね、金ネタ、金ネタ、金ネタどこ、金ネタ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 欲しい、金ネタ欲しい、レタスゾーンですか、あ、そのレタスゾーンずるいで、あー、いや、私のレタス、私のレタス、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 金ネタちょうだい、金ネタ、金ネタください、あ、取られました、レタス取られました、レタスちょうだい、危ない、なんかやたら早いゾンビ、やばい、やばい、やばい、
ちょっと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 かなり気にした。いい試合ですねこれ。いやいや圧勝です。確かに。うわ確かに圧勝でした。いやこれちょっとスコア見てみましょう。スコア。おおすごい。残念ながら。うわすごい。あとあと三点取ればいかんです。あと三点取れば表彰台乗れたのに。いや圧勝でした。いやレタス食べるのうまい。桁一人だけ違うんだけどレタスどんだけ好きなんですか。すごい。まあね、レタスとキャベツどっちが好きですか。キャベツですか。いやそうなんかいこんな感じですね。でもね健康にもいいですからね。はい、とても盛り上がるゲームなので。いやめちゃめちゃ面白かった。面白いですよね。うんはい、ということでですね、うん、こちらがオフラインで遊べるミニゲームとなっていますが、はい、いよいよ本日のアップデートで追加となりました、はい、モルサカオンラインをプレイしていきたいと思います。おおやったいよいよということでですね、うん、まずはこちらの動画をご覧ください。バンダイナムコ。はい、めちゃめちゃ、はい、いいです。白熱した試合でしたね。そうなんですよ、ではですね無料アップデート内容について軽く説明させてください。お願いします、はい、こちらついに本日配信です。続きまして、うん、どういったゲームなのかと思いますと最大3対3のサッカー対決ができます、はい、すごい。こちらですね、友達同士でチームを組んで遊ぶことはもちろんですね、うん、オンラインで知らない方と遊ぶこともできます。オンライン嬉しい。続きまして、こちら新要素としましてエフェクト、アピール、称号などが登場しました。うん、という感じですね。こう、うん、足元がダッシュすると燃えるっていうエフェクトの、うん、めっちゃかっこいいですね。そうなんですよ、うんうん、続いて新アクセサリーも多数登場いたしました、ね、かわいい。みんなちょっとユニークなね、くすっと笑えるものもいっぱいあって、はい、続いてこちらですね、先ほどご紹介しましたが、はい、こちらがですね基本無料で遊べますモルサッカーオンラインライトとなっております。皆さんダウンロードしていただけましたでしょうか。どうでしょうかね。この後も皆さんと一緒にプレイできたらと思いますので、はい、うん、ではですね、いよいよこちらをプレイしていきたいと思います、うん、ゲーム画面の方お願いします。はい、はい、こちらです。それではゲームスタートしていきましょう。はい、押しましたっていう人もいます。ありがとうございます、ありがとうございました。ありがとうございます。一緒にやっていきましょう。さあ
ということで、はい、じゃあプレイで、はい、プレイでお願いします、うん、Y を押していただきまして、はい、今回はみんなと遊ぶ部屋を作るってお願いします、うん、参加人数が6人で5、6、はい、でパスワードがありにしていただいて、ね、このままでお願いします。わかりました、はい、こちらパスワードございます、はい、パスワードが355822。配信されてる、この画面。じゃあこちらではい、こちらで作っていきたいと思います。いきますよ、いきますよ。 OK、 で部屋を作るでお願いします。決定、早もがちで、部屋を建てています。どんどん参加してください。何回戦かやりたいと思ってるので、そうですね、じゃあこちらで次ぜひぜひ、うん、挑戦してください。じゃあ締め切りで大丈夫でしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます皆さん。ということでこちらの選ばれし6人でね、やっていきたいと思います、はい、やっていきたいと思います。あ、入れたと。皆さんありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。よし、それではお好きな、うん、じゃあ私はポテトにします。はい、お、いいねいいね、かわいいみんな被らないように、うん、なんとか手を組み合っている。あ、でも早速アクセサリーおしりさんつけてる、うん、あ、すごいですね、たくさんついてる、ね、皆さん本当ありがとう。このままで大丈夫ですかね。うん、シャフル1回、ではシャフル1回、じゃあ1回ちょっとシャフルしたいと思います。シャフル、はい、お、これでやっていきたいと思います。はい、ということでしょうごさん、おしみさん、よろしくお願いします。でね、すすさん、おうりんさん、ふるーさんね、対戦よろしくお願いします、はい、ということで、決定していきたいと思います、はい、うん、こちらですが、タイムは90秒でお願いします。タイムの方が、はい、90秒で、はい、あとはそのままで大丈夫です。はい、あ、じゃあボールサイズなんてもあるんだね。そうなんです、うん、すごく大きいボールをやるんですけど、うん、小さくても極小も選べるので、それによってカスタマイズしてみてください。はい、それではキックオフいくぜ。よろしくお願いします。なんかチームプレイできるの面白いな。そうですよね、いいですよね。先ほどレースで使ったブーストとかもあるので、はい、先ほどのミニゲームを活かしてぜひやってみてください。はい、ということで、よいしょ、うん、アピールとかもね、できたりするんですね。そうなんです。もしここでアピールしていただくと、うんうん、こんな感じで動くんですよ。そう、みんなね、実はそれぞれ今アピールをしてます。じゃあ、みんなアピールしてくださってみんな、おー、いいぞいいぞ。こういうのがね、できるのがいいですよね。あ、ほんとだ、アピールできます。うん、よよよ、あ、こんな感じで、おいでおいで、イエー、かわいい、みんなぷいぷいしてる、かわいいですね。それでは、こちらが青チーム、赤チームですね。よし、みんな行くぜ。前田さんは赤チームですね。はい、赤いゴールに入れるんやで。よし、クレーンのとこ当たり判定あるんですか。今ボールを追うカメラになってるんですけど、切り替えますか。あ、そうですね。じゃあ X で、 X で、おいよ、あ、赤が、赤に入ってしまう、赤に入ってしまう、間違い、やべ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 、危ねえ危ねえ危ねえ。赤チームは青ゴールに入れるんですよね。そうそうです、青ゴールを目指して、あ、そこ、影影影影影影にいる、ちょ、いったん、あ、でも、あ、いけるいける、出し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 、ウィーン、ドド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 ド、いいんですか。あ、いける、シュート、あー、すごい、くー、これね、タイミングとかがね、やっぱあるんですよね、これね。よしよし、いいぞ。あー、いけるいけるいける、押し返されてる、あ、押し返されてる、押し返されてる。さあ、どういっぱな、人を取るとまた回復します。やばい、入れられそう。ナイス、あー、入った入った入った、え、今なんか当たったね、入ってた、いや、じゃないか、いや、入ってないですね、まだ入ってない、よかった、まだ入ってない。おー、誰、サクリだ、今、今、あ、入る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 入りそう、入りそう。でもこれ、おー、入った入った、ナイス、ブイブイ。前田さんまだボールに触れてない。ボールね、そうですよ。しかもあの後ろ向きで、後ろ向きでアピールしますよ。まだボール触れてねえぜ。俺のケツを見ろ。俺のケツを見ろ、やめろ。そうそうそう。ねえ、ということで。おお、急に行くじゃん。やばい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 。オッケー、取れた。いいぞいいぞ。いや、ようやく触れましたよ、ボールに。さあ、これね、あた、ちょ。
超あーなんかね飛んじゃうんでね。あーやばいやばいやばい。ナイスポスト。ゴールポストに当たった。怖い怖い怖い。ここで押し返したい。あーなんか宙返りしてるし。なんか宙返りした。ちょっとここら辺ちょっと守っとこう。キーパー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 。あ今守って今守ってあー今の入った今の入った。今の入ったね。今の入った。今のは入ったと。おおゴール白もちゃんが。1対1ですこれで1対1ですね。あなんかいい戦い。あと何秒あと何秒あと30秒あと3秒3秒です3秒しか残されてない。3、2、1で始まってから始まったの3、2、1。サドンデスサドンデスサドンデスあるんだ。ゴールデンゴールここら辺もちゃんとしてるんだ。すごい始まりますよここから。さあもうこれはもう勝負だ。やばいやばいあの角度やばいやばいあの角度やばい反射してやばいやばいやばいくるくるやばいやばいもう決まったでしょ。はい今のうまいね。うまいみんな今のうまいね。いや素晴らしかったですね。なんかあれだなやっぱきすごい寂しそう私の後ろの方で私の方ですごい悲しそうやられたって顔してる。はいというわけでフィニッシュ試合終了でございます。いやいい戦いでしたね。やっぱ1戦目から結構みんなねいい感じのお上手でした。はい、いや素晴らしい、ありがとうございます。ということでではこちらの戦いはですね、まあ、次あのチーム入れ替えてね、はい、あのさっき入ってない方にちょっと渡せたらと思いますので、じゃあありがとうございました皆さん。ありがとうございました。よいしょよいしょ、ういね、パスワードはさっきと同じではない、うん、パスワードもじゃあ変える形ですかね。なんで皆さんも今入った方ちょっとご遠慮いただけると、うん、部屋を閉じる、一回閉じましょう。はい、お部屋を閉じる、OK、でまた Y を選択していただいてみんなと遊ぶ、うん、で6人でお願いします。でパスワードを今度はこれですね、うん、了解です。052453052453。じゃあこちらでいきたいと思います。OK、はい。お願いします。それでは用意スタート。スタート。さて、さあまずは前回参加してない方に入っていただいて。お願いします。よろしくお願いします。お、お、早い。お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、なんと、おや、おや、ん？どうした？あ、あれかな？もう一回ちょっとあれかな、あれあれれ切り替わっちゃいました。切り替わっちゃったのかな。おやおやおや、今のところは何かできたのかしら。いやいや、もう一回やってみますか。そうですね、でごめんなさい、もう一回立てます。申し訳ありません、ちょっともう一回ちょっと B が多い入れた人ごめんなさい、本当にごめん、入れた方申し訳ないです。もう一回いきます、すいません、ごめんよ。ちょっとじゃこちらでなるべくさっきの方入ってください。はい、さっきの方、なるべくさっきの 方, の方お願いします。じゃあちょっと新しくパスワードです。失礼しました。052453です。すいません、ごめんねみんな。じゃあもう一回いきますよ。はい、スタート。よし、もう一回気を入れてということでお願いします。せーの、さっきの方、あ大丈夫です、優しい、ありがとう。ポンビさん、あさっきの人だった、ほぼほぼこれで、多分さっきと同じ方々ですね。すいません、本当、締め切るでいいのかな。すごいな、みんな、はい、よいしょ、すいません、ま締め切るでいきたいと思います。ありがとうございます皆さん、本当にありがとうございます。こんな優しい世界が優しい世界、いや皆さんの本当思いやりで成り立っております。野菜生活じゃない、優しい世界似てるけどね。すごい、ありがとうございます。すごいですね、うん、本当すごい、感動してしまった。ねー、よかったということで、ではではこちらでやっていきたいと思います。ちょいちょい野菜生活やっぱみんなやそらめするから、そらめするから、ね、勝手に優しい世界に読めちゃう自分がちょっとなんか、ね、あ全員同じ、あよかった、素晴らしい、すごい本当にありがとうみんな。野菜生活なのか何のか分からなくなってるけど、よしよし、こちらでお好きな子を選んでいただきまして、これなんかあれだよね、キャラクター解放するといろんなキャラクターがね、うん、じゃあ一回シャッフルで大丈夫、一回シャッフル、うん、はい、おいということで、じゃあルフルさん、トンビさん、よろしくお願いします。そして、赤チームがみかんさん、アイケンさん、てつさん、ありがとうございます。こちらでチーム決定で、はい、お願いします。はい、うん、90秒にして、はい、あとは一緒で大丈夫です。はい、ではキックオフ、よし、
さあどんな試合が。シュートしたいですね、一回シュートしたい、うん、シュートしたいですね、シュートしたい。 B を押して B でシュートできます。なるほど、 B を近く近づいて B を押して B シュート、ね、結構ジャンプ、最初のジャンプで遠くまで飛ぶので、うんうんうん、ある程度の行けそうな距離でジャンプ、ちょっと遠めでも行けます、ね、うんうん、じゃあ割とちょっと遠めにジャンプをしてやるっていうのをちょっとやってみます。チャレンジしてみましょう、チャレンジしてみましょう、はい、さあさあ、 ありがとう、みんな一緒にやってくれてる。ピーラピール、あ、ピーラピール、はい、あ、かわいい、トロいいね、トロいいな、トロ。みんなもね、早速アクセサリーとかね、つけてる方もいらっしゃればね、始めてくれた方もね、きっといらっしゃるんだと思います。よろしく。さあ、青チーム、赤チームですね、うん、そっか、よし、ではでは、やっていきたいと思います。キックオフ。めちゃめちゃ激しい、スタートがめっちゃ激しい、いけるんじゃないか。あ、いいですね、いいですね、押し込めるか、これでもうちょっと、あ、待って待って、押し返された、押し返された、押し返された、やばいやばいやばい、ドリフトもマックスので、いきますよ。あ、いいですね、いいですね、ブブ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 。あ、いいね、いいね、いい感じ、いい感じ、いいぞ、みんな、みんないいぞ、今で、B で B、 あー、戻ってきちゃった、戻ってきちゃった、ちょっと守ろう、あー、なんかすごい勢いで来た、やばいやばいやばい、あ、大丈夫、大丈夫だ。よかった、よかった、何もなくてよかった。あ、いける、いける、いける、うん、攻守が激しいな。 B、B でぴょぴょ、あー、ちょっと、外した、ジャンプキックだとかなり遠くに飛びますね。そうなんですよ、結構遠くまで飛ぶ。でもね、めちゃめちゃ爽快感あっていいですよ、これ。よっ、あ、ボール消えた、あ、今のはナイスポストでした。ナイスポスト、やばいやばいやばい、でもまだ気抜けない感じ、なんか気抜けない感じ、激しいですね、攻防が。やばい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 、みんな守るんだ、みんな守るんだ。また先下げ、ナイスナイス、またたどりつく気がしてきた。オッケーオッケー、うまい、今入れたら、あ、いけるいける、シュート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 、いけ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 、2、1、いける、無理、たどりですでございます。さあ、来ました来ました、来ました、はい、このね、ここね、絶対ね、ビョンって飛ぶの分かってる、絶対飛ぶの分かってる。あ、でもいいんじゃない、ボール位置的には、よよよよよよよ、あ、やばい、やばそう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 、あ、オッケーオッケー、大丈夫か、大丈夫か、あ、大丈夫、あ、やばいやばい、オッケー。前田さんね、カメラになってる。あ、ほんと、ただのカメラになってる、ただのカメラになってる、ほんとだ、やばいやばい、あの、いや、触ってない、あ、いける、あ、そういうこと、いける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 、入った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 、なんかね、歓声で入った、やったやった、みんなありがとう。なんかちょっとあのアピールしよっか、またまた、俺俺俺俺俺、やめちゃった、ちょっと初心者初心者モルカー同士でヒートアップすな、見とったよ、すごい今面白かった、やばい、ということで、あ、もう一回、うん、もう一回いく、はい、もう一回いける、やった、もう一回いけるそうです、やった、いや、私のチーム勝った、みんなありがとう、みんなありがとうございます、みんなのおかげで勝ったよ。いや、毎試合白熱しますね、ですね。もう普通に面白い、あれめっちゃおもろいね、これ。皆さん、さっきダウンロードしたって言ってる方いるのに、なんかもう動きがプロみたいな、そう、動きがプロみたいな、そう、結構ね、皆さんのね、はい、ではお部屋を閉じていただいて、はい、物の選択でお願いします。操作自体すごいね、あのやりやすいので、はい、じゃあ、もう一回新しい人で、そうですね、ちょっと入ってない方でよろしくお願いします、はい、行きたいと思います。じゃあ、こちらでお願いします。ありがとうございました。お、てつさん、お、てつさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちら大丈夫ですか、オッケー、よいしょ、ということで、じゃあ部屋を作っていきます。部屋を建てています。061578かな、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、シンハさんかな、ありがとうございます、はい、じゃあこちらで締め切らせていただきます。はい、ありがとう、みんな、ゴーゴー、いいぞいいぞ、あ、なるほど、時間の関係でちょっとアピールは飛ばして、はい、ということでございますね、了解しました、うんうん、
はい、ということで、じゃあ私もまたポテトにしたいと思います。みんな攻防が始まってる。白もと白もが譲らない白も。ね、確かに新葉さんがちょっと落ち、そうなんかね、さっき、ね、本当だ、落ちちゃった、ね、落ちちゃったかもしれない。じゃあ一回シャッフルしましょう。はい、ということで、はい、T さん、テローさんよろしくお願いします。そしてね、レイさんと移り木さんよろしくお願いします。じゃあ決定で、はい、行ってみましょう。ね、新葉さんあれだったね、ちょっと設置の記事が落ちちゃったのかな。すいません。では、はい、あ、すいません、出ちゃった。あ、そっかそっか、ね、またそっかそっか、むしろありがとうね、入ってくれて。じゃあキックオフで行きたいと思います、はい、ではね、ちゃんと新葉さんの魂も一緒にみんなで試合していくんで。さあ、どんな感じになるかな。ということで、じゃあちょっとスキップをね、はい、手元の押し、はい、押していただいて、よろしくお願いします。あ、みんなありがとう。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、やろう。よし、やるぞ。私なんか結構遠い気がするのないと思う、うん、だよね、だよね。おー、おー、田中ピンチ。待って、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 ちょっと待って、カメラ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 切り替えになって、そうそうそう、ちょっと OK、 これでいけてるはず。ボールを追うカメラと自由に動けるカメラ、そうそう、カメラが、ね、あるんですよ。よいしょ。おー、惜しい。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 あー、でも押し込めそう。あー、ちょっとずれた。ちょっと、あ、なんかすごい、すごい覇気をまとってるやついる。うん、なんかオーラが出てる、オーラ。オーラ出てるやついる。なんだ、これボールカメラの上を入った、入った。おー、ナイス。なんかどっちだ、どっちだ。いや、多分、あ、うん、敵が、いや、こっち、こっちが、こっちが。ありがとう、ありがとうございます。ブーストマックスなんで突っ込みますよ。突っ込みましょう、いきなり突っ込みましょう。エラー、どうやー、怖い、怖い、そう、もう、お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 、待て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 、早い、早い、早い。あ、ちょうだい。あっちに行ってますね。いいですよ、いいですよ、いいぞ、いいぞ。あ、惜しい。あ、抜けられた。あ、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 誰か止めて。悲しい。あれは無理だね。悲しいお尻。そう、ナイスゴール。おー、1対1ですね、今。いい試合だ。ゴールしたい、ゴール。さあ、残り時間が37秒です。でもね、そうなんだよね。さあ、どう来るかな。 あ、やっぱ来たね、こう来たね。あ、やばい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 、押さないで。 OKOK、 押し、押し、そう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 。 OK、 あ、いいね、いいぞ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 。ここで来い、おりゃ。あ、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 触りました、触りました。おいで、おいで、おいで、おいで。どこだ、ボールどこだ。あ、いた、いた。あ、入ったんじゃない。入った、あ、いったから、いったか、いったかな。いや、まだか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 。バック。あれ、あの、いつの間にかあっち行ってる。あれ、あっち行ってる。で、どこ行きました、ボール。あー、どこか。あー、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 でも、またサドンですから。いや、サドンですか。やっぱ90秒はサドンですね、やすい。3回サドンです。まあまあ、でもね、回転率を上げて、どんどん触りに行きましょう。いや、でもさ、そうなんだけどさ、これ絶対どっかピョンって飛ぶわけよ。で、ここで、あー、めちゃめちゃ、やばい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 、危ない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 、いける、いける、いける。よ、行きます、行きます、行きます。どーんと、行けー、どーんと、どーんと行ってください。ちょ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 、いけるいけるいける、いけるいける、いけるいける、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 やばいやばい、待って待って待って、まだ俺が止める、俺が止める、俺が止める。あー、まずいな、もう何だ、まずい、まずい、まずいな、まずいな。押し込んだ、やばい、落ち込んだ、やばい、落ち込んだ、ごめん、落ち込んだ、ごめん、落ち込んだ。一瞬オンゴールかと思った。いや、でもワン、いや、いい、見て、見て、あの悲しそうなポテタ見て、あの可愛い悲しそうなポテタ見て、奥で、あの悲しそうなポテタ見て、私の。やられたね。
ございました。もう全然逆に私はまたカメラ機能とか貸してましたけども、まあ、でも皆さんね本当ありがとうございます。いやよかったよかった、はい、参加いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたかこちらの作家。面白かった。なんだろう、めちゃめちゃすごく白熱しますし、またね、操作自体も割とみんなスルッと入りやすいところがあるので、なんか誰でも楽しめるってところがあるのかなと思いつつ、そうそう楽しかったですね本当に。いや良かったです、ね、やり込み要素しかなかった。いや楽しかった。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ということで、ではでは、はい、こちらもう終了かな。最後にですね告知をさせていただければと思います、うん、はい、お願いします。はい、こちらお願いします。はい、はい、ぷいぷいモルカーレッツモルカーパーティーです。続いてお願いします。うん、はい、体験版も配信中です。こちらはですね、先ほどのライト版サッカーの、よろしくお願いします、モルサッカーのオンラインとは違う体験版になります、うん、そして追加有料コンテンツラーメンシミオートルセットも販売開始となっております。はい、モルカーラーメンいいですよね。ラーメンのやつもいいですよ。コメントでもめちゃめちゃ盛り上がってましたよね、うんうんうん、続いてお願いします。はい、こちら実際につけてみるとこんな感じになりますので、うん、皆さんぜひぜひ手に入れてみてください。はい、はい、うん、ということでね、いやでも良かったですね、うん、こちらのね皆さんとももちろんですけども、スタジオのね皆さんともゲームができて白熱しましたしね、またみんなの可愛いモルカの世界観の中でね、うん、白熱した試合を見れるというのもすごいね、素敵なコーナーになったなというふうに思っております。ということで、ではでは皆さんもね気になった方はぜひやってみてください。それでは前田香織の何かやりますのコーナーはここまでとなります。次はゴーストワイヤー東京のコーナーになりますので、そのままお待ちください。ではみんなまたねー。